XZ はデータ圧縮プログラムの一つ、及びその圧縮データのフォーマットである。ルズマ、ルズマに圧縮アルゴリズムを利用している。XZ の登場以前より使われていたグシップ、ブシップにと比較すると、圧縮時にはより多くの時間とメモリを消費するが、圧縮率では概ね優位で、また、身長速度もグシップより、多少遅いが、ブシップによりは、速い傾向にある。 このことから、特に、アーカイブ配布用途として、タールとブシップを組み合わせて作成する場合やタールとブシップ2を組み合わせる場合と並んで採用され、ブシップ2を置き換えるケースも増えている。XZ 自身に、アーカイブ機能はないのでアーカイブする場合は、タールと組み合わせて使用するのが、一般的である。XZ ユトルズは XZ ファイルを作成。 展開する XZ コマンドとプログラムから XZ ファイルを扱うためのリブルズマを含んでいる。XZ ユトルズバージョン4.9999ベータ以降の実装では GNU LGPL よび GNU GPL でライセンスされている。過去のソフトウェアはパブリックドメインである。GNU タールはバージョン1.22から GSIP や g s i p にと同様に 透過的に XZ ファイルを使用することができる。セブンジップはバージョン9.04ベータから XZ をサポートしている。ありがとうございます。